はい、皆様どうもマフロです。それでは戦国無双4、関東の章ですね、続きやっていこうと思います。はい、これはなんて読むの、なんとか防衛戦やっていこうと思います。おう、軍神の攻めをしのぎ切った北条家は、北条三郎を人質として差し出し、上杉と和議を結んだ。三郎は謙信の養子という破格の待遇で迎えられた。これにより北条と上杉の敵対関係は解消される。関東に一時の平穏が訪れた。だが氏康を悩ます事件が西方で勃発する。今川義元亡き後、その今川から独立した徳川家康が遠州の覇権を得るべく動き出したのである。徳川軍は今川の後継氏真のこもる城に押し寄せた。氏真は盟友である北条家に助けを求める。氏康は再び家族と共に氏真を救うべく駆けつけた。そこには九州を滅ぼさんと鬼と化した家康がいた。関東の将遠江防衛戦。遠江かなよく聞こえなかった。神さんの実家もぼちぼち危ねえかな。父上、今川家のいい直虎殿が出迎えに参られたようです。いい直虎、いい男っぽい名前。いい直虎です。女かい。え、あの、すみません、なんかすみません。で、いいの、嬢ちゃん、この先どうすんだ。今川に尽くしても先はなさそうだぜ。う、いきなりそんなこと聞きますか。これから戦おうって家康も、元は今川で世話になってた小僧だ。そいつが今容赦なく今川を潰そうとしてやがる。うさんくせえ信玄の野郎もそうさ。息子切って上洛目指してるってよ。乱世は至る所に鬼を生む。だがそれくらいの覚悟がなけりゃ志は貫けねえってこった。私は鬼は大嫌いです。ふん、まああんな奴もいるけどな。じゃあまあ氏康さんは入れてと。相模の獅子吠えるぜ。もう一人はその子を使ってみましょうかね。よろずや、いらっしゃいませ。いっぱい手に入ったんだけど、今回やはり大したものは手に入ってないね。今回しとこう。で、あれ、もう一人どこだ。あ、見たい。大
大した武器じゃないけど、まあいっか。申し訳ありません、品切れです。え品切れ。私も吠える。吠えるの。よし、やっていきます。しっかりかくまりちまいやがる。電柱を払うのは骨だぞ。今川から離れるならば今であろう。門を開け、徳川軍を引き入れよ。開門。よくぞ門を開けてくれた。秘伝なの太鼓、決して忘れぬぞ。家康め、平気のいいこと抜かしやがる。ほっときゃ批判者が増えちまった。はい。なおとら、あんたまで急に寝返って背中からバッサリとかなしだからね。できませんから。いいか、かくん。ひとたび戦場に立たば真っ向敵に当たるべし。まだ寝返るわけにもいくまい。他の者も説得し、家康殿への手土産と出そう。後ろか。神さんと家族のためなら縁起役からだ。
敵だらけなんだもん。少し速いルートとかあったのかな。お、いざ、アイラン。かっこいい。カンボドアホーム出直してきやがれ。今回復でしょ。片手で振り回してなかったか今。さんと家族のためなら縁やからだ。敵将撃ち取ったり。よし、
じゃあそろそろ変わろうか。ここは引くぞ。父より継いだ太鼓、マロの代で潰すわけにはいかぬの。あの小僧、頭に血が昇っちまったが、守ってやるよりねえな。戦場で主君に銃を尽くすのはいいのかぐ。氏真様は私がお守りします。氏真、メッセージ。ナイスナイス。そっちかよ。でとりあえず向かってくれ、怪姫。任せといて。ずっと回るしかないみたい。馬使えないのが痛いな。敵の包囲が崩れねえな。氏真、
もうとんずらしまったらどうだ。打ち合わせ王子様、マロはまだ何をするの。お任せよ、マロはとんずらしますの。勢いのまま勝利を決する。全軍で天使閣を落とすのだ。よい、リナも参ります。家康もいよいよ本気を出してきたわね。ここ通れない。燃えてきた。勇者に対してやはり家康か。ラーソンに生き残るため鬼になったの。捕まったんか。ちょっと待ってーな。ここどこがどう繋がってるかわかんねえんだよな。下から行かなきゃいけないのか。で行けないし。全然違うところです。ちょっと待って、下から回らなきゃいけないの、ひょっとして。救われたか。おお、なんていううっとしい地形だ。おお、助かりましたぞ。まあ若干足が速いのがまだ救いか。ここも通れないんかよ。あれ？もう地形が全然わかんねえんだけど、ここ。行けないやん。超ムカつく地形だ、ここは。やってやる。あ、ここ、あ、行けるようになってる。さっき行けなかったのにな。なんなんだ、一体。やばい。バカな、遅れを取るだと。まあ今のところ大将のヒットポイントは減ってないけども、まずい、急がねば。一方通行が多すぎる。ドアホーム出直してきやがれ。
よし、行け。マロよ、行け。撃っちゃっといたぜ。よし、これで大丈夫そうだ。何、ウジザメが脱出を企てておるんだ。これは一大事、ウジザメを引っ張らえよ。どう、これにて任務完了。敵が分散すりゃ包囲も突破できんだろう。寄ってきた奴らを撃って下から家康を狙え。ここはどこ、マロは何をしておったのかのう。よし、やばい、時間がもうないから急がなくては。何、抑えきれない、この方様、やばい、かっこいい、かも。太平の世を築くためならば、わしは鬼と蔑まれようとも構わぬ。指示が終えるぜ。この手に上がり、敵将撃っちゃっといたぜ。これにて一件落着ってわけにはいかねえか。会にはうさんくせえ野郎も控えてるしな。時間かかっちまったな。昔仕えてた家を滅ぼそうとするなんて、家康はやっぱり鬼よ。違うね、違う。あ、すいません。やめて。乱世に善悪を論じたって答えは出ない。ナオトラさんの家だっていろいろと事情を抱えているようだし。はい、吉本様が亡くなった今川家には遠州を守り抜くだけの力が。かといって小さな井伊家だけでは徳川や武田に対抗のしようがありませんから。今日の味方が明日には敵になることもある。悲しいけどそういう時代なの。そうやって物分かりよく諦めちゃうのって私は嫌ですから、絶対。なんかカイさんって激しいの。でもちょっとかっこいいかも。そうなの、男前なの。
い、迷子になったりでちょっと時間かかってしまいましたけど、クリアしました。では今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。